2009年世界選手権、ここでもまた悲劇が。おそらく先ほども同じような指示をしていましたが、組んでから、あっとちょっと指を痛めたか。相手選手と組み合う瞬間、右手の甲を骨折。怪我をしてその後も試合に臨んだが、結果は5位にとどまった。どうしていつも肝心な時に。怪我を言い訳に不完全燃焼な試合をすることは、負けず嫌いな香織にとって耐え難い屈辱だった。自分がもどかしくて情けない。気づけばこれまでずっと抑え込んできた感情が咳を切ったように溢れ出た。それは柔道で流した初めての涙だった。悩んだ香織の足は自然と故郷金沢へと向かった。訪ねたのは岩井道場の恩師だった。監督。おお、香織、よく来たな。なぜ自分は怪我に泣かされるのか、香織の葛藤を恩師は何も言わなくても分かっていた。怪我の方は大丈夫か。はい。そうか。監督、私。なあ、香織。これからは少し落ち着いて柔道してみたらどうだ？落ち着いて？攻め急ぐばかりが柔道じゃない。もちろん勝たなければ柔道選手として生きていけない。しかしお前の柔道は焦りすぎてる。焦りすぎている。その結果が、これまで前に出ることしか知らなかった香織に、恩師は引くことの重要さを教えた。そしてこれを機に香織は自らの柔道を見直し始める。そしてもう一人、香織の悩みに気づいていた人物がいた。重っ。なんだろうこれ。送られてきたのは大量の野菜と米、そして一通の手紙。もしもし。おお、元気でやってるか、香織。うん。荷物は届いたか？封筒が入ってるだろう。うん、ちょっと待って。封筒から出てきたのは手書きの料理レシピ。お父さん、これ。お前は骨折ばっかりしてるだろう。そんなんじゃ柔道選手は務まらんからな。どうせお菓子ばっかり食べてるんだろ。食べ物から変えていかないとな。それは父健二さんが香織のために作った自炊用の直筆レシピだった。外食チェーンの商品開発に携わる健二さんは、怪我で苦しむ娘のため何かできることはないかと考え、
体質改善用のレシピを作ったのだ。お前は昔っからお菓子ばっかりだったからな。お母さんがご飯作ってたのにお前お菓子しか食べなくて、お前お母さんにしょっちゅう怒られてたの。まあただお父さんにできるのはそんなことぐらいしかないからな。お父さん。ん？ありがとう。その改善してからは減量がなくなったりとか汗が出るようになったりとかして、まず体の中から全然変わってきたのですぐに実感しました。このレシピにより以降香織は国際大会で大活躍。世界選手権での金メダルは日本人男女通算100個目の記念となった。負けることが何よりも嫌い、攻撃的でがむしゃらな柔道を続けてきた少女も周囲の支えで自らの弱点を克服、真の強さを手に入れた。舛本香織、いざオリンピック金メダルへ。オリンピックはやっぱり約束の場所、自分との約束の場所、そして親とあとみんな自分を支えてくれてるみんなとの約束の場所だと思っています。家族っていうものができると新しい家族が、はい、心の支えっていうのは今までと違うものになってくるんですか？そうですね、やっぱりその感謝、その自分の競技生活を支えてもらってるっていうその感謝の気持ちっていうのは強いですよね、うん、ただまあその家族のために頑張ろうではないんですよ。極端なところで言えばやっぱり自分が目指す道だから、はい、ただその自分が目指すって言った道を応援してくれる家族に対してはやっぱりどうせなら金メダルで感謝の気持ちを伝えるというか、ありがとうっていう感じでね、はあ、うん、最高の恩返しですか、うん、みんなが笑顔になれるからね、はあ、あんなに笑顔にさせて泣かせるのもないですよね、金メダル取った瞬間は、うん、ですよね。だから本当に、ね、笑顔と、ね、いい涙ですよね。いい涙、うん、を、うん、与えることができるのは金メダルだけかなって。この後は一本のビデオテープによって人生が変わった世界王者海老沼正史の物語。そのビデオテープによって少年はオリンピックの魔法にかけられた。ビデオを繰り返し見続けて成長した少年は今年世界選手権金メダルに輝いた。日本海老沼正史初めての世界の金メダル。海老沼正史、人生を変えたビデオテープ。1990年、栃木県小山市、正史は海老沼家の三男として生まれた。5歳になったある日、正史を世界王者へと導く出会いが訪れる。おい、みんな集まれ。何？おい、見た？おい、ビデオ見るぞ。父が取りだめしていた柔道番組の鑑賞会。正史はこの日曜日の恒例行事を何より楽しみにしていた。ほら、正史、入れろ。これまだ見たことない。どこ？この日、父が何気なく選んだ一本のビデオ。そこで正史が目にしたのは、平成の三四郎と呼ばれ圧倒的な実力と人気を誇る柔道家、古賀稔彦だった。
身長170センチと小柄な体格ながら一本勝ちにこだわる強気の姿勢と豪快な背負い投げは見る者を魅了した。すげえ、俺が平成の三四郎だ。いや、俺だ。おい、気をつけろよ。どうだ、まさし、すごいだろ。すごい、もっと見たい。そうか。じゃあ、お前にはとっておきの見せたるかな。どうだ、見たいだろ。父が取り出したとっておきのビデオ、それが後の正志の人生を大きく変えることとなる。